カルロス・マリアでボルボンやウストリアイコールエイステは、ボルボン家の人物。カルリスタのスペイン王としてカルロス7世、レジティミストのフランス王として、シャルル11世を称した。モンティソン・ハクフアンとその妻のモデーナ公女、マリア・ベアドリスの長男として、ライバッハで生まれた。幼年時代に、一家で、ロンドンへ移住した。 カルリスタの辛抱する保守主義からかけ離れた自由主義者の父ファンは家族を捨て、カルロスと弟アルフォンソは母、マリアベ・アドリスとモデナで暮らした。母方のおじであるモデナ公フランチェスコ5世が老いたちの教育のために心を砕き彼らの幼年時代に影響を与えた。1867年2月、フロースドルーフでパルマ公女マルゲリータと結婚した。 1868年10月、父不安の単位宣言を受けて、カルリスタの多い請求者となった。同時に、マドリード校を称した。カルロスは、第三次カルリスタ戦争を指揮し、1872年から1876年にかけて、スペイン支配に影響を及ぼした。1893年、妻マルガリータが死去した。再婚相手についてカルロスは、 母、マリア・ベアトリスに相談した。実際に候補の二人と面会し、彼はロアン公の妹マリア・ベルタ・ロアンを選んだ。1894年4月28日、ベルタとプラハで結婚した。ベルタの高慢な性格のせいで、この結婚はカルリスタの間で非常に不人気であり、自身と一族も二度目の結婚は悲惨だと感じていた。1909年、 バレーゼで死去した。棺はトリエステへ送られ、トリエステ大聖堂に埋葬された。最初の妻マルガリータとの間に一難四女を設けた。ありがとうございます。